こんにちは、カノです。今日はですね、オリジナルタオルを作る時のですね、ワンポイントアドバイスをまた今日もねさせていただきたいと思うんですけども、よく聞かれるのがオリジナルタオルのですね、長さですね、大きさ、これはね自由に設定できないんですかっていうのをよく聞かれるんですね。で、まあ、これがまあそうなんですけども、別で作ったものなんですけども、実を言いますとこの幅っていうのは、実は決まってるんですね。機械幅っていうのでね決まっちゃってるんです。ところがこの長さっていうのは、実はこの、なんていうか、こっちから端に順番にこう折っていくんですね。なので長さはねある程度調節効くんですよ。ただやっぱりねこれも、数がいるんですね。ある程度この何枚かによってそのいるんです。というのもこのカードっていうフロッピーね、あるいは USB のデータなんですけども、そのデジタルデータを入れて機械に読み込ませて、こう機械が折っていくんですけども、それがやっぱり細かいロットで細かい数量で作る場合はなかなかそれが入れ替えたり大義やったりとか、そのね USB を作り替えたりするのもね難儀だったりっていうことがあるんで、なかなかそれがやりづらいですね。なのでまあまあまずはでもね、どのぐらい作ってるかわからないんでね、それまず私どもに聞いていただいて、で、あ、それやったらできますよとか、いや、ちょっとこれやったらその方法よりかこっちの方がいいんじゃないですかみたいなね、私どもの方からもそういったご提示させていただきますのでね、またぜひ、わからないことがありましたら、この後のフリーダイヤの方からですね、問い合わせていただくと。そういうのが一番間違いないと思います。私が出ますのでね、ぜひまた、聞いてみてください。よろしくお願いいたします。